みなさんこんにちは。38歳 YouTuber 水野優香です。おう、人気通販サイトコーベレパスさんの動画です。1万円で5アイテムご紹介していきたいと思います。じゃじゃーん。私が今着ている白シャツです。見た目の通りこのテロテロした生地で、ちょっとこの透け感があるの、わかりますかね。ちょっと透け感のあるシャツになります。今年もずっと流行ってますね、このスキッパータイプ、ボタンのないスキッパータイプのこのシャツです。こういう感じで襟が抜けておしゃれですね。タックが入っててとろみのある素敵なシルエットができます。もう本当にパンツに合わせるだけで、なんかちょっとこなれた大人のシャツ感が出てとっても素敵だと思います。テーパードパンツです。このテーパードパンツは結構緩めなんですけれども、太く見えない感じでアンクル丈になってます。サラサラっとした生地なのでシワになりにくいのは特徴です。ホックが2段階ホックになってるんですよ。なのでこうちょっとここがぴったりだったとしても、例えばお腹いっぱい食べてしまったらここに変えたりもできるし、後ろがゴムになってるんである程度の調節可能なのがとっても嬉しいです。で、通販だったらこうバックウエストが入ってる商品を選んだ方がいいなって思いました。こういうサラサラしたシワになりにくい素材ってやっぱり若干透け感があるんです。私はいつもこういうインナーパンツ、ベージュ系のインナーパンツを中に履いてます。で、コーベレタスさんのサイトでもよく読むとちゃんとインナーパンツを透け感があるので着用してくださいっていう、そういう優しい細やかなことが書いてあるので買うときはちゃんと見てください。ボーダートップスです。で、これがですね、見てわかるかな、生地が結構しっかり厚いんですよ。すっごくしっかりしてて全然透けない素材になってます。で、これが結構あったかさもあって、これ無地とこういう細ピッチタイプと、あと上がこうボーダーになってないパネルボーダータイプがあるんですけれども、どれも可愛くておすすめです。コットン 100% なんで、あのこの1690円には思えないほど着心地がとってもいい。私実はこれのパネルボーダーの、白ネイビーも持ってます。着てきました。これは、サイズ S を私は選びました。身長は 158cm です。襟元もこのボートネックに近い感じで、とっても可愛いです。袖も短くなく手首が隠れるぐらいの長さになります。ベーシックなアイテムです。こちらになります。イエローのペプラムトップスでいいのかな。お家でも洗えるっていう T シャツでもないブラウスでもないっていう新素材、そちらがおすすめポイントになってます。ここがゴムになってまして、普通にオフショルまでいかないけれどもオフショルにもなるよっていう、こういう風にゴムなんで下げることもできるトップスです。はい。で、ここにもゴムがちょっと入っててフィットしてくれますね。あとここもゴムです。伸びます。かなり伸びるのでサイズ感は関係ないと思います。で、こういう風にフリフリしたところがあるとパンツとかに合わせた時にスタイルもよく見えるし、女性らしいし、とっても可愛らしいトップスだと思います。しかもお値段が1590円、全然見えません。結構高見えして見えると思います。このミントカラーのロングスカートです。これはとにかくボリュームがすごいあって、見てわかるかな、前と後ろの長さがこうちょっと違うイレギュラーヘムっていうデザインです。
後ろはゴムで、これも伸びるので結構サイズ関係なく着れるところがいいと思います。でちゃんと裏地がついてるので透けないのがとってもいいです。そうです、これウエストのゴムがちゃんと伸びるし、この大人でも着やすくて爽やかなミントグリーンが可愛いなと思ってこれにしました。でアイロンがけもスチームアイロンぐらいでシワが取れちゃうのでとってもとっても便利です。この前と後ろが長さが違うことによってスタイルがよく見えると思います。でこの本当にひらひら揺れるのでロングなんですけどすごい可愛いと思います。はい、以上5点紹介させていただきました。まず白シャツが1990円でしょ、ボーダーのこれは1690円でしょ、でテーパードパンツは2490円、イエロートップス、あのフレアのちょっとこうオフショル風のトップスが1590円、でミントのスカートが2380円、全部で1140円。これ全部税込み価格なんでほとんど1万円で買えちゃいます。クオリティが高い、別の通販サイトで購入したんですけれども、開けた瞬間にボタンがプチって取れてしまって、でそれを返品したいっていうのを連絡したら、あの返品は絶対できません、開けた時点でもう無理ですっていう風に言われてしまって、結構それが6000円ぐらいする商品だったので結構ショックだったんですよね。これは通販あるあるだっていうのをなんか久々に別のところで買ってみて痛感しました。だからやっぱ通販で高いの買うのってやっぱ勇気いるなと思って、そういうのも含めて私も通販サイトでモデルやってる以上できる限り自分が良かったなっていうのをこうやって動画にしてご紹介した方が見てくれてる人とか買ってくれてる人のためになるかなと思ったので、これからやっぱ毎月コーベルタさんの動画はアップしていきたいなと思ってます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。